グローブガントレットを使うときの違い、初心者の場合。やばい、体力がもうギリギリだよ。そうだ、こんな時のためにこいつがあるじゃないか。おっしゃ、これで逃げてやるぜー。あ、これはやばい。ふざけるなー。上級者の場合、こいつは一時的に透明になれるアイテムで、使える場面は敵から逃げるときや、後ろからの奇襲に使えるけど、途中で他のアイテムや武器を持っちゃうと、キャンセルされるから気をつけるのぜ。かくれんぼマスターの場合、我が名はかくれんぼマスター、通称かくマスだ。てなことで今から通常マッチに潜り込み、私の凄さを見せてあげましょう。レッツかくれんぼ。やりましょう。よし、早速一人目のお客さんが来ましたね。消えてもらおうか。お前はこれで死ね。死なったー。最高に入ってやった。お前はもう死んでいる。何？